レベル3.5飛行概要山、森林、河川、農用地などの人口密度が低い無人地帯で行うカテゴリー2レベル3飛行の一種機上カメラで飛行経路下の安全を確認することで立ち入り管理措置の代替が可能特徴一時的な道路横断時に限り移動中の車両上空の飛行が可能第三者上空の飛行は不可 機上カメラでの確認が補助者や看板設置の代替となる。立ち入り管理措置そのものは必要。レベル3.5飛行の条件。レベル3.5飛行を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。1、飛行エリア。人口密度が低い地域、山、海水域、河川、故障、森林、農用地など、飛行経路下に第三者、歩行者など、 がいないなここととを確認できること2立ち入り管理措置の代替、機上カメラなどのデジタル技術を活用し、飛行経路下の安全を事前に確認できること。3飛行の範囲、一時的な道路等の横断時に限り、移動中の車両の上空を飛行可能、第三者上空の飛行は不可。四、操縦者の要件、無人航空機操縦者技能証明を保有し、 飛行形態に応じた限定解除を受けていること。5. 使用する機体、機体の機能、性能が基準を満たしていること。過去の飛行実績があり、初期故障期間を超えていること。6. 保険加入、十分な保証が可能な第三者賠償責任保険に加入すること。7. 書類の準備、申請時提出不要だが、航空局から求められる可能性あり。 飛行リスク評価資料、機体の基準適合性を示す資料、操縦者の訓練実績や飛行実績、飛行範囲及び立ち入り管理区画の地図。レベル3.5飛行の特徴として正しいものを選びなさい。1、第三者上空の飛行が認められている。2、移動中の車両の上空を常に飛行できる。3、一時的な道路横断時に限り、 移動中の車両上空の飛行が可能正解3レベル3.5飛行を行うために最低限必要な操縦者の資格で最も適切なものを選びなさい。1 民間資格証2、22等無人航空機操縦者技能証明31等無人航空機操縦者技能証明正解 2, 2> Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right.